キング&ピースのスター平野紫耀が主演キャンセル？簡単ふ。報じられ大量ドラマ、日テレ4月期土曜ドラマ、裏事情とは、キング&ピースのメンバーであり、脱退と退場が決まっている平野紫耀の医療ドラマが白紙になったという報道が出ています。これまで数々の俳優としての出演実績を持つ平野の主演ドラマは、彼の脱退と退場によって幻となりました。マスコミ関係者の間ではこの話題は注目を集めています。平野はキンプリを離れ、グループは永瀬角と高橋山の二人体制となりました。昨年11月4日に発表されたこの分裂の後、ニュースサイト日刊大衆は平野の主演ドラマが白紙になったと報じました。報道によれば、平野は日本テレビの土曜ドラマ枠で主演する予定だったようです。現在、同枠では嵐の桜井翔が主演する大病院選挙というドラマが放送されていますが、来年の4月クールには平野が主演する医療ドラマが内定していたそうです。しかし、平野が5月にキンプリとジャニーズを去ることが決まったため、主演は取り消しになったようです。この報道以来、ネット上のキンプリファンは日テレに対し、紫輝也くん主演の医療ドラマを要望しています。4月クールが無理なら7月クールでもやってほしい紫耀くんの白衣姿を見たいです、と継続的に訴えています。しかし、最近ではマスコミ関係者の間で、来年4月に日テレの土曜ドラマ枠で放送される作品に関する情報が出ています。主演はジャニーズタレントではなく、トライストーンエンタテイメント所属の坂口健太郎で、手塚治虫氏の名作漫画、ブラックジャックのような医療ものだとか。もし公式に発表されれば、キンプリファンからは、本来は紫耀くんがこの役をやる予定だったのに、といった怒りの声が上がることでしょう。しかし、平野がキャスティングされた医療ドラマは、本格的な企画として始動していたわけではなかったようです。それはあくまでフラッシュアイデアの一つで、思いつきレベルの話だったと指摘されています。つまり、坂口が平野の役を奪ったというわけではないのです。平野は、キンプリやジャニーズから離れた後、海外進出を視野に入れていると言われています。次に彼が日本のテレビドラマで主演する日がいつ訪れるのか、注目です。